秋山千恵子1月12日から2016年4月6日は日本のラジオパーソナリティ、エッセイスト、評論家。本名、吉川千恵。宮城県仙台市出身。東京女子高等師範学校を卒業後、牢和学校の教師となる。この時、取材に訪れた川端康成と知り合い、北条誠を川端に紹介する。結婚後、中華民国に四年滞在。 1948年から1956年まで NHK ラジオ番組私の見たこと聞いたことのレポーターを担当し主婦の視点から見た日本の現状をわかりやすく説明した1954年にラジオ番組私の見たこと聞いたことで第2回日本エッセイストクラブ賞を受賞その後ラジオ東京で昼の話題 秋山千恵子の談話室のパーソナリティを1957年から45年間担当した。1994年度の日本女性放送者、懇談会賞の日本女性放送者懇談会25周年特別賞を受賞する。2002年に帯番組終了後も毎週日曜日に続編、秋山千恵子の日曜談話室として続いていたが、 それも2005年10月2日をもって終了した。この番組について報道機関各社の説明では当初から3年間限定と決めていましたし、どこかでパッとやめた方が自分の心情に合っていますとしている。このラジオ番組の回想録、風の流れに沿ってが2005年10月2日の放送最終日に講談社より出版された。2005年のラジオパーソナリティ引退後は更新の 育成、訓導を行っていた。また2015年まで毎年8月15日に、ラジオで童話、かわいそうな像の朗読を、大沢有利の悠々、ワイドで継続していた。大沢有利の悠々ワイドの、後継番組、大沢有利の悠々ワイド土曜日版では、2016年4月16日の放送分で、秋山の追悼特集を放送した。また、 2016年4月30日の UU ワイド土曜日版においての大沢有利発言並びにネット配信において同年5月5日の21時より追悼特別番組を放送予定とアナウンスされた。また、古巣の NHK でも2005年12月に NHK ラジオ第1放送。 今日も元気でワクワクラジオに出演したことが縁で、2006年4月から2008年3月の放送終了まで、村上忍の武士回収の放送会に不定期ながら出演している。この出演から、童話、かわいそうな像の朗読も毎年8月 NHK で行われるようになった。文章にも定評があり、喋るエッセイストとも称されていた。1991年に、 第39回、菊池博士賞、1997年に、東京都文化賞、1999年に、英本女性大賞を受賞。2016年4月6日、自宅で肺炎のため死去、99歳没。大分県ウェップ市を中心として障害者の支援を行っている社会福祉法人太陽の家の活動を応援しており、自らを、 太陽の家を演壇と称して多くの支援を行っている。特に障害者の就労において、ソニーの創業者イブカダイアホンダ技研工業の創業者、ホンダ総一郎、オムロンの創業者、タテイシカズマを紹介し、それぞれソニー、太陽株式会社、ホンダ太陽株式会社、オムロン太陽株式会社という社会、福祉法人太陽の家の共同出資会社の設立がなされた。 1967年から毎年8月15日の終戦記念日には戦争中に合死させられた動物園の像の話、かわいそうな像の朗読を続け、戦争の悲惨さと憲法9条の大切さを訴えていた。生前の秋山は生きている限りは TBS ラジオで毎年読ませてくださいとお願いしていると語っており、生涯をかけた自分の仕事の一つとして、 かわいそうな像の朗読を続けていた。救条の会参加のマスコミ救条の会呼びかけ人でもあった。ありがとうございます。